洋水園、洋水園は、京都府京都市にある、地仙海有識の日本庭園。京都市の文化財に指定されている。室町幕府第三大将軍、足利義満の官僚、細川光元が、王英年間に、金閣寺造営の余り財で邸宅を築く。王衛33年、万元没後、岩住員という寺に改められる。慶長15年、 徳川家康はこの岩住海を南禅寺に移し、刀僧の長近士と藤長則にこの地を与える。長則は法要術に優れ、家康から長愛された人物である。長則は後に養水園と言われた庭を造営した。庭園は琵琶湖を模し、戦争、面積を廃し、後藤富士が植えられた。長則の次男、後藤里志は加賀藩主、 前田俊常に仕え、長愛された。溶水園は、俊常の資金援助を受けて、小堀演習によって、庭が補作された。また、同じく、小堀演習作の十三の窓を持つ、溶水亭という駒茶室や、書院も建造された。同茶室は、現在大江山荘に移築されている。漢文五年、一条関白夫人は、晩年、紀州徳川家の浜御殿を移築し、 この地に住んだという。近代に移り、三井家の別邸となっていた、この地は1953年、旧郵生省の所有となり、京都地方貯金局京都貯金事務センターの敷地内の庭園となった。郵生省時代は春、秋の週末に一般公開が行われていた。2004年、郵生省、郵生事業庁の後を引き継いだ、日本郵生公社は、 合理化に伴い、近畿地方の貯金事務センター業務を大阪に集約することにし、京都貯金事務センターは閉鎖され、一般公開も行われなくなった。その後日本郵政公社は、土地の高値売却を目指すため、用水園の保存を行わずに売却する方針を示したが、市議会や地元の反対が表面化し、売却条件に庭園の保全を含めることになる。 2007年、日本郵政公社の後を引き継いだ、日本郵政は、旧、京都貯金事務センターの敷地を競売にかけ、民間の医療機器会社アークレイの所有となった。2011年、アークレイの京都研究所が完成し庭園は、整備されたが、一般公開は行われていない。名鉄犬山ホテル楽園にある、岩住家門という門は、かつて、洋水園にあったものであり、 太鼓山層の養水亭と共に王子を忍ばせるものである。ありがとうございます。